シアンの米澤です。ここからつながるように切るので、ウェイトはここで、幅を狭めにすると割とナチュラルにもなりますし、軽くしてしまうと穴が開いてしまうので、あとは H を使います。耳の後ろにボリュームを出したくなくてちょっと潰したいのもあったので、襟足部分が浮きやすい人も首にちゃんと沿って馴染むようになるので、でこの1本はボリュームを出したくないので、だいぶステムを下げて、髪の毛がどちらに流れてほしいかをイメージしながら、コテで前髪巻かれる方多いと思うんですけど、ここにはやっぱりボリュームはどうしても出したくないけど、すごいコテだと出やすいのでグッとかかっているので、ここはタイトなんですけど毛先はグッと入ってるっていうのが、シアバターをよく本来だと使うんですけど、だと少しちょっと弱いので、ウェット感をあのムースに合わせながら、ボリュームを抑えれる部分は抑える、まあ、ここのゾーンですね、チャレンジしてみてください。